うまい。うまい。美味しいですね。うますぎる。どうしよう。いや美味しいな。罪な飲み物だね、ドビムシってな。ね、大変でしょ。この人もっと大変で、本当お風呂に入れたんだ。家まで送り届け。俺人生で風呂に入れてもらったの君しかいないよ。ねえ、まだもうちょっと分かんなかったですから ね、うん、君のセーラー服が可愛かった頃だね。今でも着てるみたいな言い方なんですけど、あれもロケでね、仕方なく。俺でも本当男性声優陣の中で女装して一番可愛いのは君だと思ってるから。いやでも、あの、いやでもってなんだよ。俺はメイクをすれば可愛くなるんだけど。ちょっと待って。いや、そうなんですよ。それ分かるんですけど、何言ってんの。違う。もう一回言ってもらって。俺は。え、何？俺は？メイクをすると可愛くなるんだね。うん、あの座禅のあれ欲しいわ。でもこの続きを聞いてもらって。あ、わかりました。はい。君は、うん、メイクをしない方が可愛い。俺は、おじさんの俺はおじさんに何を言われてるんだ。本当にだから可愛い。セーラー服めっちゃ可愛かったんだよ。ちょっと待って。これ他にもお客さんがいて。すごくごめん。ね、このご主人とかおかみさんとかいてね。今多分女装家の二人だと思われてるよ。何の二人なのかなって思われてるから。やばい、楽しすぎる。